最近起きたこと。10日、自宅の庭で育てていた野菜を盗まれた。5歳になった娘と初めて一緒に作った野菜たちなのに、朝起きて水あげようとしたら全部ないとか、一瞬時が止まったかと思った。娘なんかショックで熱出すし最悪。交番に被害届出しても、こういう場合は犯人捕まる可能性は低いですよとか、捜査する前から諦めんなよと切れたくなるような反応。同じ育児版住民の友人に愚痴ったところ、あぶり出し作戦をやってみようということになった。まあ庭のフェンスに野菜泥棒さんへ1週間以内に謝罪に来れば示談にします。何の連絡もなければそのまま警察に通報しますと張り紙しただけですが、泥が謝りに来なくても警告程度にはなるかなぐらいの気持ちだったけど、本当に泥が謝罪に来た。しかも一人じゃなくて三人だったからびっくりだ。一人目は近所の子供で、両親と一緒に謝罪に来た。庭にあった花を友達にあげるつもりで侵入したところ、ミニビニールハウスにあった野菜を発見し、お腹空いてたから一個食べちゃったらしい。これは本人がすごく反省していたので許した。問題は2人目と3人目。どっちも娘と同じ保育園に通うお子さんがいるままだった。知り合い同士のようで、一緒に謝罪に来たけど言い訳が効いててうんざりする。野菜が高くて、生活費が足りなくて、つい魔が差してなどテンプレばかり。イライラしたんで、謝罪しに来たのか言い訳しに来たのかどっちなんですか。それに旦那さんが一緒じゃないと話にならないですよと追い返した。そして2日後、夫婦4人で謝罪に来た。リビングに通し話しようと思ったら、泥旦那2人がいきなり土下座。申し訳ありませんでしたの後に始まる言い訳のオンパレード。自分の給料が不甲斐ないばかりに、妻も今回が初めてでとかもう聞いてないのに話ししだす。確かに謝罪はしてるけど、なんというかかわいそうでしょ。こんなに謝ってるんだから許してくれるよねという感じがもろに出てる。一緒に話を聞いてた私旦那もイラッとしたのか、生活苦しくてと言い訳してますが、奥さんたちが今つけてるブランドネックレス売れば何ヶ月分でも買えますよね。それと魔が差してと言いますが、フェンス越えてハウスの野菜根こそぎ盗むっておかしくないですか。深夜に、しかも奥さん2人で、共犯って計画性ありすぎですよと言ってくれた。あとはすいませんと黙ったドローク2人に念書を書かせておしまいにしたのに、あの謝罪もしたし、これ念書も書いたので証拠返してくれませんかとドローク A が言い出した。実は張り紙を作成してた時に友人の案で防犯カメラのイラストも描いていた。こうすれば泥は防犯カメラなんてあったの、犯行を取られてる、そう思って自滅すんじゃねということらしい。そんなのに釣られないでしょうと笑ってしまったが、このドローくたちは本当に引っかかってた。スペース余ったから描いただけですけどと言ったら、ドローク A は放心状態、ドローク B は泣き崩れるし、泥旦那たちはおろおろするしで大変だった。今は念書という新しい証拠があるし、我が家にまた問題を起こしたら次は即通報と言って帰ってもらったけど、本当に疲れた。結局ドローくたちは証拠握られてると思ったから謝りに来ただけなんだよね。反省なんかしてないんだろうなと思うと、なんかすっきりしないけど、一応解決しました。